名古屋臨海鉄道株式会社は名古屋港東地域における貨物輸送を行う鉄道事業者、駐車場、倉庫業なども行っている。日本貨物鉄道名古屋港管理組合日本通運などが出資している。名古屋港では古くから名古屋港線と愛電池港線が東西臨港地区の鉄道貨物輸送を担っていたが昭和初期の工業化と 港湾埋め立ての進捗により東林港地区では、さらなる貨物船の建設が求められるようになった。1935年には、名古屋商工会議所が鉄道省名古屋、鉄道局長宛てに、東築地林港鉄道接続の陳上書を提出しており、対岸の堀川口駅から堀川、山崎川を溶かして7から9号地の県営貨物船に接続する計画であった。 鉄道省もこの計画に乗り気で1938年により建設工事に取り掛かったが、高架線の建設に反対する地元との交渉や、戦時突入による資材不足から進展せず、1943年12月に鉄道省は愛知県に建設中止を申し入れた。この間も増加する貨物需要に対応するため、上述した新線が完成するまでの暫定措置として、 ケニ貨物線と名鉄地港線と接続し、大江駅、神宮前駅、厚田駅経由で貨物輸送を行うことになった。1941年11月に認可された。連絡運輸は1943年8月から新線開通までの期限付きとされたが、新線建設が中止となった。ここと、でそのまま継続され、1950年7月に、 改めて両者の連絡運輸が承認されている。戦後になると、林港地区の埋め立てや、企業進出が、ますます進行した。名鉄線、厚田駅経由での東林港地区の貨物輸送量は1958年度に約106万トン、1962年度には約178万トンと飛躍的に増加しており、1965年度には約350万トン、 1970年度には500万トンになると予想されていた。また、1954年には南部造成地へ東海製鉄の進出が決まり、貨物船の南進も必要になってきた。これに対し名鉄は当地区の貨物輸送継続を国鉄総裁に陳情していたが、愛知県や名古屋商工会議所は名鉄経由では増加する貨物量に対応できないとして、 再び貨物船の建設を要望した。国鉄、名鉄、名古屋港管理組合の三社間で議論を重ねた結果、1960年の会談により、笠寺駅、東港駅間を国鉄が、大江駅、東港駅間を名鉄がそれぞれ建設、運営することになった。当初は、決議に則っ,って国鉄自らが建設する予定だったが、 日本国有鉄道法の改正で、このような地域開発鉄道は、地方公共団体との共同出資で別会社を設立する臨海鉄道方式が確立しつつあった。そこで、国鉄名古屋鉄道局は、先例となる、京葉臨海鉄道の事例を参考に新会社、設立を検討した。すでに建設に入っていた笠寺駅、東港駅間は、 国鉄線とし、東港駅南港駅間のみを臨海鉄道と、する B 案と、全区間を臨海鉄道とする A 案とが、比較検討されたが、両案から、さらに発展して、放規上微妙な立場となっていた7から9号地の、名鉄郊外側線をも、臨海鉄道に含む案が採用された。郊外側線の譲渡によって減収が予想される、名鉄はこの案に難色を示したものの、 十数回もの会談の末に営業保障問題などを解決し、最終的に了承を得た。このほか即戦で貨車取扱業務を自宅していた日本通運にも出資を要請している。こうして運営する路線の全容が決まり、名古屋臨海鉄道として1965年1月23日に会社が設立された。 会社設立に先立つ1964年12月18日には、運輸大臣宛てに企業目論見書が提出された。当初予定され、1965年5月11日に、経営免許を得た路線網の全容は以下の通りであった。新設されるのは、東港線及び大江線で、このうち、 大江線は1965年9月の開業予定に建設が間に合いそうになかったため暫定措置として現行の郊外側線を仮連絡線として使用することになった。昭和町線、船見町線、潮見町線は名鉄郊外側線からの改良である。駅設置により運賃も設定されたが当初の案では休業地での入れ替え作業や運賃設定に支障が生じることが 明らかになったため、北潮見町駅と南潮見町駅の設置はやめて、船見町線0 0 2 9 2 k m 地点に潮見町駅を置き、遺園はすべて潮見町駅の郊外側線とする形に変更された。これにより広大な郊内を持つことになった。潮見町駅は作業の複雑化が予想されたため、日本通運からの要望もあり、同社に貨車入れ替え業務を委託することになった。 以下の開業日は名古屋臨海鉄道としてのもので東畜線、潮見町線、昭和町線の大部分は開業前より存在した県営貨物線が原型である。車掌は車名のイニシャルとレールを組み合わせたもので会社が発行する車種から3種のバリエーションが確認できる。変更時期など詳細は不明だが十五年の歩みの時点では声援型の車掌が掲載されており それが25年市では現行の楕円型車掌に変更されている。また25年市ではこの他初期の車掌に装飾を加えた足を機関車車掌として掲載している。路線図2017年現在5路線 20.5km を保有する。すべて第一市鉄道事業の貨物線量。実際に営業している路線は上記のうち東港線、南港線、 東畜線のみであり、他は2015年より営業休止中である。現在、大垣市にある、性能鉄道からの石灰石輸送や、合成会社からの化学製品輸送、名鉄、名古屋市営地下鉄の新車搬入などを行っている。また、2006年11月15日から、名古屋南貨物駅森岡貨物ターミナル駅まで、トヨタ自動車の部品を輸送する貨物列車、 トヨタロンパスエクスプレスが新設された。JR 貨物から以下の駅における業務を受託している。また、名古屋鉄道から実行線の貨物列車運行を受託している。名鉄における新車搬入は製造元である日本車両製造豊川製作所より国鉄 JR 線を経由し、本線系統の車両は東海道本線厚田駅から名鉄線への 連絡線を通じて行っていた。しかし、国鉄末期の合理化に伴って、名古屋臨海鉄道経由に新車搬入のルートが変更された。現在の本線系統車両の搬入ルートは、下記の通りである。名鉄と、相互乗り入れを実施している、名古屋市交通局の鶴舞線、上井田線、及び、同規格である桜通線の車両も、上記のルートで、 名鉄線を介して搬入された。名鉄が豊橋から直接車両を搬入しない理由は、新車運行手続き、整備に必要な検索が豊橋にないこと、名古屋本線の国府東、岡崎間では急勾配が続くため、電気機関車で牽引しての搬入が不適なことによる。また、飯田線の名鉄との共用区間である豊橋、平井信号上間で、名鉄の列車に対し、 1>, 1時間あたりの運転本数が最大6本の制限が課せられており、ほぼ全ての運行時間帯で、名鉄の定期列車がその6本分を全て使っている。なお、日本車両製造の海外輸出車両も東、名古屋港駅までは同様のルートで運ばれ、その先にある岸壁から船に積み込まれる。また、瀬戸線の車両の場合は、東、 名古屋港駅岸壁の海外輸出用の留置線で、車輪をタイヤに履き替え、トレーラーにより、終わり朝日駅の留置線まで輸送している。さらに、名鉄車両の他社搬出の場合もこのルートが逆方向で使用され、近年では、豊橋鉄道への7300系、藍津鉄道へのキハ8500系上都市に実績がある。 ND62ND552 号 ND5521 号2013年4月時点で n d 6 0系2両と n d 5 5 2系8両のディーゼル機関車、軽重量、y 1系、貨車1両が在籍している。ありがとうございます。